暑い、ダメだ、暑いの。あるのかな、いや、ある。昼だよ。昼だよ。朝のお知らせだ。うー、あっち。マスクしなきゃまだいいんだけどな。マスクダメだな、本当に。もうまだ昨日のパフェが残ってる気がするな。うわお。なるほど。わーわー、やっぱり土曜日関係ないな、平日祝日休日関係ないな、ここはこの時期になると。何の誘導もない。あー、行くか。わー、めちゃくちゃ人多い。結構旬が過ぎて刈り取られてんな。だから入場無料だったんだな。早いんじゃないかな。いつもこんなもんがかな。みんなチューリップを取ってんのか自分を取ってんのか両方かな。あのあそこにへばりついてる白いモニュメントみたいなやつ、イカかな。イカ、タコ、イカをイメージしてんのかな。スペースシャトルじゃねえしな。 1,2,3,4 これイカっぽいな。行こう。え、車温度計が31度とか狂った表示になってるんだけど、31度はちょっとバグってると思うんだよな。さすがに31度はないでしょ。いやー、惨敗だ。まともに撮れんかった。動画もそうだし写真も全然撮れんかった。ダメだダメだダメダメだな。ちょっといつもよりだいぶ早めだけど、ご飯行こうかな。近くになんかあるでしょ、適当に行けば。チューリップに関して言えば、そうだな、個人的には誰かと一緒にいた方がいいかな。やってるかな。もう不安だわ、ご飯ご飯は不安だ。 Google 違うの見ればいいのかな。いやー、 Google さんに全てを委ねていきたいところだ。それもまた旅ということで。あれ、お店がないよ。看板すらなかったな。え、嘘でしょ。これ人の家だよね、敷地だよね。あれ違うな、これ。え、どういうこと。なんか昨日からおかしいな、グーグルさん。うちのグーグルさん、どこだこれ。あれ、これ廃業してるよね。どう考えても看板ないんだけど。廃業してるよ、グーグルさん。嘘だろ、初めてのパターンだ。なんでいつもこうなんだ。いやー、ちょっと待って、なんで腹きついなーと思ってんのにセット頼んだ。しかも熱い熱いてて、なぜラーメンを、ラーメンセットを頼んだんだろう。昨日のパフェも残ってるって言ってたのに。絶
捨てられた頭の中に違う生物が住んでるんだ。絶対そうだよ。なんか腹と直結した何か違う別の生命体が頭の中に住んでんだな、これ。無意識に変なことを言ってんだもん、絶対。じゃなきゃセットは頼まんだろ、今日普通。腹きち。次はだいぶ時間遅いからそんな混んでないと思うんだよな、次は。いやー、一足早い夏を体験しておりますな。こんなに暑くなるとは思わなかったな。今日20度超えの予想にはなってたけど、ここまで暑いとは思わなかった。あ、綿毛が、タンポポの綿毛がめちゃくちゃふわふわしてる。うわ、ここなんだ、ハーブガーデン。ハーブガーデンなんていうのもあんだ。うわ、こう、おお、びっくりした。これもう一台来たらすれ違えんぞ。出口と入り口違うのかな。坂結構だな。昨日の林道ポイントだぞ。広いぞ。ソフトクリームやってなくない？しかしてこれ食いに来たのに、やっとらん。ソフトはねえか、ソフトはねえか。あれ、食べ物とかやってないのか。やってないな。暑い、暑いな。ご夫婦いいな、なんかいいですな。こんなとこでもマスクしなきゃダメなのかな。ほら、暑くてしゃあねえぞ。誰も周りにいないけど、なんか撮りづらい雰囲気が嫌だな。もう東もことの芝桜は結構毎年行ってたりしたけど、雰囲気はまた違うな。あっちは結構イベントっていうか、まあそういう日に行ったのかもしれないけど、お祭りみたいな感じの雰囲気が強かったけど、こっちはなんだろうな、時間帯もあってまあまあのとかだな。滝の上の市街ってどっちだろう。あっちかな。俺のソフトはどっちだろう。もうなんでやってねえんだ。運命の分かれ道、どちらへ行きましょうか。俺は上だ。今からでも上に行くんだよ。隅々まで歩こうと思うと結構だな、距離は。あれ、俺もう帰る時間なんじゃないの。やばいぞ、帰ないと。どうにはなりますな。いや、そろそろ帰ろうか。帰らないと帰れねえ、帰らないと帰れねえ。よし、行こう。帰ろ、帰ろ。やってる、もしかして準備中。また、うわ、本日休業。なんで、向こうと一緒だ、休みだ。いや、帰りますか。芝桜ソフトだっけ、ピンク色のやつ。狙ったもんが食えん。狙った獲物に逃げられるな、よくあるな。ドジでノロマってことですか。ドジでノロマの神じゃないんですけど、なんだっけ、ドジでノロマ神ですって。今なんで急に思いついたんだろう。なんだっけな、スチュワーデス物語だっけ。何だっけ、堀ちえみさんだったか。俺何歳だその時、なぜ覚えてるんだもん。いや、門別ろくに見れなかったな。門別はもうちょっといろいろ見ようかなと思ったんだけど、お風呂のあれで何も見れんかった。門別また来ます。
駐車場どこにあるか調べてこようかな。駐車場みたいのがあんまり見当たらなかったな。あ、でっかい駐車場どっかにあんのかな。あ、今日は本当にずっと暖かかったな。今頃口が回るようになってきたわ。何だったんだろうな、暑さだな。やっぱりこれ帰ったら10時過ぎるな。10時半とか11時ぐらいなんじゃないかな、もしかして。遠こっちは遠いな。アザラシがいっぱい。とっかりセンター、とっかりセンターとかも行こうと思ってたけど もう全然だな。全くだな。これっぽっちもかすりもしなかったや。単独でまた紋別は来ようかな。久しぶりに見た気がする、この H システム。最近外されてるとこ多いんだよな。こう移動を広めようとしてるのかな。あ、2つ湖があるんだ。うわ、綺麗だけど行けないな、そっち。うわ、綺麗な。この下国際キャンプ場、誰もいないよね。うわ、いる。うわ、キャンプしてる人いる。すごいな。ちょっと写真だけ撮ってこようかな。ダメだ、かゆい、かゆすぎる。ここじゃな。沈むまでは入れないかな。さすがに今日は綺麗な夕日でございました。ありがとうございます。さようなら。浜のスクラップ初めてだな、このコンビニみたいな。7時まで。ん、セコマか。セコマだ。このカフェみたいなセコマだもん。セコマって書いてる。セコマだ。セコマってのなんだ、なんだこれ。同じ系列ってことか。名前だけ違うって感じだな。ホットシェフとかもなかったけど、取り扱ってる商品はセコマートと一緒だ。じゃあいちごソフトを食いながら帰りますかな。あと数時間。ご安全に。何も見えん。地域の入り口さえも見えん。ちょっと待って、全然見えんな。こっちの方がいいかな。もうちょっとこれは本当に分からんけど、こっちの駅も見えねえし。勘弁してよ、お前ら、お前ら、お前ら、勘弁して、こんな時に。おい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 、出てくんじゃねえぞ、おい。What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone?Been a wars、Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.